こんにちは、小笠原です。今回はですね、2023年度大学入試共通テスト科学で、この動画では第5問を取り上げたいと思います。問題の方は、ネットとかでも今出てますので、そちらの方の第5問を見ながら、この動画の方を参考にしていただけるとありがたいと思います。最初が正誤問題なんですね。H2S と SO2 が関わる反応について次の問いに答えるの、まず A の方でなんですけれども、誤りを含むものを探す問題になります。1番、硫化水素 FeS に希硫酸を加えると H2 が発生する。化学反応式だとね、こんな式になります。これは弱酸の有理ですね。これは正しい式になります。2番、硫酸ナトリウム NHSO4 に希硫酸を加えると SO2 が発生する。これがですね、硫酸ナトリウムではなくて亜硫酸ナトリウムですね、 NHSO3 になります。こうすると正しくなりますけど、硫酸ナトリウムって書いてありますから、これが間違いということになります。3番、H2S の水溶液に SO2 を通じて反応させると単体の S が生じる。これは還元剤と酸化剤の酸化還元反応になります。こんな反応式ですね、 S ができています。これは正しいです。4番、水酸化ナトリウム NaOH の水溶液に SO2 を通じて反応させると亜硫酸ナトリウムが生じる。アルカリの溶液にこの酸性酸化物の SO2 が溶けて、亜硫酸ナトリウム水溶液になるわけですね。こんな反応式になります。これは正しいわけですね。したがってこれの回答は2番を選ぶことになります。問1の B です。ここで扱う平衡はですね、 2SO2 たす O2 硫黄矢印の 2SO3 たす 9kJ。 これ本文の中にですね、これ発熱反応であると、そういうことが書かれています。それを使ってちょっと選択肢の方を見ていきたいと思います。1番、反応が平衡状態に達した後、温度一定で密閉容器の圧力を減少させると平衡は右に移動するということですね。圧力を減らしますと、分子数ルシャトリエの原理で分子数を増やす方向に平衡は動きます。この反応を見てあげると、左は3分子、右は2分子ですから、平衡は左に行くわけですね。で、本文の記述が違いますから、これが間違っているということになります。他の問題もチェックしてみると、2番は、反応が平衡状態に達した後、圧力一定で密閉容器の中の温度を上昇させると平衡は左に移動する。温度上昇した場合にはルシャトリエの原理でこの影響を減らす方向ですから、吸熱反応の方向に行きます。右に行くと発熱ですので、平衡は左に行くわけですね。で、これは正しいです。3番、SO2 の濃度を2倍にしたときに正反応の反応速度が何倍になるかは、平衡反応式中の係数から単純に導き出すことはできない。反応速度というとなかなか難しいんです。係数から簡単に決まるものではないと。いわゆる正しいんですね。4番、平衡状態では正反応と逆反応の反応速度が等しくなっています。ここでいうとこの V と V' がイコールで、したがって反応が止まったように見えている状態。これが平衡状態であると言えます。したがってここでは1番を選ぶことになります。問2なんですけれども、酸化還元滴定なんですけれども、実は還元剤が2種類あってですね、酸化剤が1種類あるんで、結構面倒くさいなと思った人いるんじゃないかなと思います。これはですね、ここを求めたいんですね。この H2S のモルを求めたいんですけれども、先にちょっと過剰の酸化剤の I2 の方と反応させておいて、反応させずに残ったこの要素の方をですね、超硫酸ナトリウムで滴定してぴったりにするということなので、この反応全体としまして、還元剤が出した E- ですね、これ両方から出ますけど、これと酸化剤が受け取った電子 E-、 これがイコールであると、これで作ってあげることになります。でモル関係なんですけど、この H2S のモルはこれを知りたいので X モルとします。要素のモルはですね、重さで与えられてますので 0.127 で I2 が254ですね。で割って、要素のモルが 5.0×10⁴ モル、超硫酸ナトリウムの方は濃度で与えられていて 5.00×10⁴モルパーリットルですから、これにリットルをかけてですね、1000分の5倍して、この計算をしてあげて 2.5×10⁴ モルあるということなんです。で、酸化還元の場合にはやり取りする電子のモルがイコールになりますので、
酸化剤が出す E- のモルと酸化剤が受け取る E- のモルで式を作ります。で、あ、ちょっと見ておいた方がいいかな。電子とのモルでいうと、これ1モルに対してですね、電子が2モル、出してますから、かける2倍になるわけですね。要素も1モルに対して電子2モルを受け取ることができるので2倍します。ジオ硫酸の方はこのジオ硫酸イオンが1モルに対してですね、係数が22ですから、1モルに対して、まあ、2モルに対して2モルだから1モルに対して1モルで、これは同じモルになります。でそこに気をつけて、このこれを式にしてみましょう。そこの E マイナスのモルなので H2S は X モルですけれども、電子はかける2倍ですね。これが H2S の分です。ジオ硫酸ナトリウムの方は同じモルでしたから、この 2.5×10 のマイナス4というのが1倍になります。これ還元剤が出した電子のモルになります。酸化剤が受け取った電子の方は要素のモルの2倍になります。ですので、これがその解くべき式になりますね。そうしますと、ここの10のマイナス4乗で考えて、ここは 2.5 ですね。これ10なので、10-2.5 で 7.5 になって、 7.5 の2を2で割ってですね、 3.75×10 のマイナス4乗モルというふうになります。それからこれの体積の案ですけれども、0度 C1.013×10 の5乗パスカルになります。これをですね、0度 C なんで 273K1.013×10 の5乗ということで、状態方程式に持っていっちゃうとわけわかんなくなりますから、これよく見ると標準状態ですね。標準状態だから 22.4 リットルを使えばいいだけなんです。モルが出てますから 22.4 リットルで出してあげる。モルと 22.4 で、ね、リットルになります。今ミリリットルにしたいので1000倍してミリリットルで出すことになります。そうしますと、結局 3.75×2.24 の計算をすることになって、答えは 8.40ミリリットルというふうになりますので、3番を選ぶことになります。はい、次の、ね、問3番なんですけど、これは、まあ、ログが出てきて、なんかわけがわからない透過率が出てきて、なんか難しそうですよね。ですので、共通テストの場面でこの問題は回避するというのも一つの手だと思います。満点がいらないと思えば、この問題はもう捨ててしまって別な問題に時間をかけた方が、それも答え の正解の一つなのかなと思います。まあ、ここでは今時間がある前提でやりますけれども、ここで本文で書かれていることを整理しますと、光が透過するときの話ですね。で、透過率が I0 分の I で表されて、これが C と L ですね、モル濃度と長さに比例するんだという話です。で、まあ、イコールにしたのである係数をつけます。で、透過率がT が I0 分の I で、これが 0.8 のところを求めていくんですけれども、これ 80% 透過したということですね。 80% 透過したということは、 20% 吸収されたという意味です。で、このところをちょっと計算してみます。ログ T のところがですね、 I0 分の I で、ここに 0.80 を入れるんですね。このログの計算ができなきゃいけないんですけれども、これでログの10定の2が与えられてますから、この2を使ってですね、表すわけです。そうすると8は2の3乗だから、10分の2の3乗かと。そう、ここログの計算ですけど、3ログ2引く1で、ログ10定の10分の1はマイナス1ですから、計算しますと、マイナス 0.10 ということになります。で、ログ10定の t が、マイナス 0.1 であるということですね。で、数値の対応があります。 0.0 の時に 0.000 2.0×10 のマイナス8乗の時に 0.067 4.0×10 のマイナス8乗で、ログ10定の t が 0.133 とこう対応しているわけです。今求めたいのはこの間にありますね。この間にあって 0.010 のところのところのここの数字を求めたいわけです。そうすると、まあ、ここは2と4の間なんですけど、選択肢を見ますと、ちょうどどの数字も、2.2、2.6、3.0、3.4、3.8 ちょうどこの間に、ね、入っているので、それだけだと特定できません。
で、やり方としましてはこれをグラフに書いてあげて、この 0.10 のところですね、 0.10 のところを探して当たったところを読んであげて、この数字を答えると、まあ、こんなやり方を想定してるのかなと思いますので、ここのデータをですね、多分典型的な答えとしましてはグラフに書かせてですね、で今この間のところ、この 0.010 のところ、 0.10 のところですね、マイナス 0.10 のところのここの対応する数字を見つけさせると、そういうことになるかと思います。これやってみると本当にね、定規が欲しくなりますけどね、共通テストでは定規使いませんけれども、まあ、なんとかグラフを書くと、まあ、こんなグラフになりますね。で、まあ、こちらの図出してきますけど、でそこでですね 0.10 のところを読んであげて、あ 3.0 かということで 3.0 を選ぶことになります。まあ、グラフにしなくても考え方はですね、ちょうどここのところを見てこのど真ん中にこれがあるなと気づいた方は、この真ん中で 3.0 っていうのを勘のいい人だとすぐ見抜けるかと思います。ですので答えの方は3.0 を選びますから、丸3を選ぶことになります。 3.0×10 のマイナス8乗モルパーリットルで3番を選びます。 B の方はですね、この意味が分かっていると実は簡単に計算できるんですけれども、まあ、もう A の段階で捨てちゃった方もいるかもしれませんけれども、今光がここまで進んで 80% 透過ですね、 20% 吸収なんです。でさらに同じ条件で L 進みますので、そこからさらに8割透過になります。8割に減った光がさらに8割減りますので、まあ、0.8×0.8 で864ですね、 64% になってしまう。で透過率 64% ということになりますので、4番の 0.64 を選ぶということになります。これはもう大学でやる内容なので高校生知らなくていいんですけど、このランベルト・ベールの法則を踏まえてこの問題が出されています。ランベルト・ベールの法則によりますと、こう Q コード A ですね、これをマイナスログ10定の I0 分の I で定義するんですけど、ここをこの問題では T としてました。これがある係数です。これはモル急行係数です。そしてモル濃度と光炉長光の長さ、ですね、透過するところの長さを表しているわけです。でちょっとこのものを理解するために、透過率 50% をちょっと使ってみると、半分透過されている状態ってどういう状態かっていいますと、 T が 0.50 になります。で Q コード A を求めてみると、マイナスログ10定のここが 0.5 になるわけですね。 0.5 ってことは2分の1ということ。でここがログ10定の2が 0.3 だったの でそこにマイナスがかかりますので、これが 0.30、 透過率 50% が、Q コードでいうと 0.30 になるんです。でこの逆にですね、 Q コードを1として、透過率の方を求めてみますと、定義に基づくとマイナスのログの10定の I0 分の I が1ということになりますね。 Q コードが1なので、この式を解いてみます。そうしますとログ、ここの部分ですね、この部分が10のマイナス1乗ということは10分の1ということです。10分の1ということは透過率が 10% の時、光が 90% 吸収されてしまって 10% しか透過してこない時が Q コード1の状態、そして Q コード 0.30 の状態が透過率 50% の状態ということを、いうことになるわけです。まあ、こんなのを背景としてこの問題は出題されていました。